ラズロナジは、マジャル人出身で、スイス国籍のスカウティング指導者、歴史家、社会学者、政治学博士。1968年5月1日から1988年10月31日にかけて、世界スカウト機構事務総長を務めた。ハンガリー5名は、ナジラースロー。ナジは1921年、ハンガリーのブダペストに生まれた。彼は記事で、 スカウティングに出会い、大指導者の補佐係となった。1933年には、ゲデレーで模様された第4回世界スカウトジャンボリーに参加している。社会学と法学で修士号、政治学で哲学博士号を取得し、ジュネーブ大学の経営大学院を修了した。長きにわたって、ジャンピアジェに支持し、研究を続けた。後に、ジュネーブの国際、 開発研究大学院の研究、部署学部の学部長に就任した。ナジは、ジャーナリスト、作家でもあった。ガゼットでローザンヌの外国人記者であった。また、東欧、サハライナのアフリカ問題に関する世界的権威と認識されていた。1965年、ナジは、国際、開発研究大学院の承認と、報道財団の援助のもと。 世界のスカウト運動に関する批判的研究に取り掛かった。1967年にレポートオンワールドスカウティングを出版した。この研究の過程で多くの実地調査と数多のインタビューによって初めて世界のスカウティングに関する多くのデータが収集された。報告の中で、ナジは世界のスカウティングの強みと問題点の両方を分析、定義している。 1967年、多数の推薦により、世界スカウト会議は、世界のスカウティングの改善と再編のために、ナジの報告を受け入れた。1968年、世界スカウト機構はナジを、スカウティングの改革実行のために招いた。彼の世界スカウト機構での任期は、当初3年の予定であったが、結果的には20年にわたって在任することとなった。 1977年、世界のスカウティングに対する多大な貢献から、世界スカウト機構はナジに、世界スカウト委員会の唯一の栄典である、ブロンズウルフ賞を贈った。ナジは、ジュネーブの芸術家であった、モニーク・クエンデットと結婚し、息子二人トローランと、娘、アンズ、バレリーの三子を設けた。ありがとうございます。